今日のポイントはですね、後頭下部の改善というのが、脳の働き自体が良くなる、自律神経の機能が改善するんじゃないか。こんにちは、大沢あくにながです。今さらけない分かりやすい解剖学、体の仕組みを理解することで精神力がぐんぐんアップします。はい、ということで自律神経のアプローチということでお話をしていました。自律神経のアプローチの中で、私が大学の方で研究をね、今している教授の下で解析をしている中で、面白いデータが取れたところを今日シェアしていきたいかなと思います。今日のポイントはですね、後頭下部のところの、改善ということで、後頭下部。はい。後頭部の後ろ、ここら辺ですね。ここの、開放というようなイメージなんですけれども、はい。これ、どういう仕組みかというと、脳ですね。脳自体の血流を、循環を良くしてあげようかなと思います。脳に栄養がいって、循環良くして栄養を送ってあげる。そうすると、脳の働き自体が良くなる。そうすると、自律神経自体制御している脳が制御していますので、そこからの自律神経の、機能が改善するんじゃないか。なんていうところを、施術の前と後で、データを取って、見ているような。そのうちの一つでやったのが、今回も、瞳孔ですね、測ってやってみました。瞳孔は自分で調整できなくて、できないということは、これ自律神経が瞳孔を開いたり閉じたりというところをね、動かしてやってるんだよというところ、この変化を測定をしたりしています。はい。で、アプローチとしてはですね、この心臓から血液が出て、この骨の中、椎骨動脈というのをね、ご存知の方多いと思うんですけど、骨の中をですね、この血管が通ってですね、行っていって、そして、ここ見えますか？後ろ。はい。ここの後ろから、ここのところですね。これ血管見えますかね？この後ろから。はい。こう骨の中通って、ここから、こういう風になって繋がって脳の中に入り込む。こういう、脳の中に入り込んでるような感じになってますね。で、ここのところが詰まってしまうと、栄養が行きにくいかな、なんていうね。仮説を立ててですね、ここで解放していったらどういうふうに変わるかなというのをデータで取ってみようというね、一つのね、例になりますけれども、やってみました。はい、そこのところ、ちょっとね、皆さんに今日シェアしていきたいと思います。はい、後頭下部なんですけども、後頭部の後ろのね、ここのところを開こうということですけど、ご自分でやるんだったらね、実はこれの、この動き、この回転、こういう動きを意識ですね。なので、首をちょっと引いた状態で、ぐっ、引いて、というような、ここ、ご自分でここで、くっ、ね、やるようなイメージを持ちます。なので、自分でこう、ちょっとね、ここのところですね。耳の後ろを持って、こうしてですね。これで、こっちに、こう回す。こう、首を引いてから、こう。これを何回か、ふっとやる。こうね、ここを広げる。こういう動作を、自分に教えてあげるというのかな。こう、ぐっというような動作をまずやってあげる。ですね。次に、仰向けになっていただいて、はい。で、ここで、はい、よいしょ。でですね、寝ていただいたら、ここはね、首はね、開けといた方がいいですね。こう、隙間が、ね、浅く目にね、こう、やっといていただいて、で、首のここをこう開きたいんですけれども、これ、足、かかと、つま先のこの動作をするんですけど、ちょっとつま先こう開いてる方は、ちょっと内側に、つま先をぐっと持ってきて、置いて、これで足を、前後やって、で、力を抜いて、首がこう、こうやって、動く動作。わかりますかね、これね。かかとつけてこうして、こういう風に足で、足首だけ動かす。で、上半身をどん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 力を抜いていく。で、ここをカク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 と。ここがカク。こういう、動くように。こっちは力。入れてるのは下のね、足だけなんですけど。
これを繰り返すことによってこういう循環をつけてあげる。眠たくなっちゃうんですけど、これも横になった方が交感神経よりも副交感神経優位になりますので、この時に循環を良くする。実際これね、私もよく実はやってます。自分ですから、やってみてください。ほんでこれで、自律神経ね、というかね、収めて副交感神経に持っていく、なんていうことで、今日もよし。